行くかな。よし、ここだ。ルーシー、まだそんな。もう着替えてるって、修行は？もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。よく遊ぶ。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月しかないのに不安だな。おほ！おう！まあ！熱！ああ。ありがとう。よいしょっと。からかかってこい。開け！砲兵級の扉、アクエリア！
その調子です、ルーシーさん。大地を、風を、気を、肌で感じるのです。そして自然と一体化するように、呼吸を整え、レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法を使った。ねえ、一なる魔法って聞いたことはある？すべての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、それは一見簡単に手に入るようで、そして確かに何事にも勝る。お母さんは言ってた。だから私は一なるの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら。もっと強く。アイサー、もっともっと強く。アイアイサー、俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。姫、大変です。バルボ、いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう、ルーシーのせいで。ルーシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、どうか助けてください。なんだと。精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。よく来たな、古き友よ。あんたはでかっ。ヒゲ精霊王。お前がここの王か。お前って言った。いかにも。精霊界は滅亡の危機って。ニカ、ルーシーとその友、時の呪縛からの帰還を祝して宴じゃ。え、精霊界の滅亡って。へへ、なに。ルーシー様たちの帰還を祝して、名たちなりに考えたのです。どう、びっくりした？今回は特別よ。プリン。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう。そう、今宵は大いに歌え。騒げや騒げ、古き友との宴じゃ。みんな、古き友よ、そなたには。本当にお前は精霊に愛され、みんな最高の仲間だよ。
そういえば一つ言い忘れてたことが。精霊、まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え、終わった。ひげー、時間返せ。今からでも遅くない。5日間で地獄の。エルザの頭に鳩が、足に何か。なになに、フェアリーテイル。なんだよ偉そうに。どうしますか、なんか怪しいわよ。いや、行ってみよう。切られたいもの
ものからかかってこい。来てくれてありがとう、フェアリー・テイル。ジェラール、変わってないな、エルザ。もう俺が脱獄した話は聞いているか。ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。私とメルディで牢を破ったの。私は何もしてない。ほとんどウルティア一人でやったんじゃない。メルディ、ジュビア、久しぶりね。こいつらグリモアの。まあ待て、今は敵じゃねえ。そうだろ。ええ、私の人生で犯してきた罪の数はとてもじゃないけど一生では償いきれない。だからせめて私が人生を狂わせてしまった人々を救いたい、そう思ったの。例えばジェラール。いいんだ、俺もお前も闇に取り憑かれていた過去の話だ。ジェラール、お前記憶が。はっきりしている、何もかもな。6年前、まだ牢にいる時に記憶が戻った。エルザ、本当に何と言えばいいのか。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたの。だからあまり責めないであげて。俺は牢で一生を終えるか死刑。それを受け入れていたんだ、ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的ができたってことですか。生きる目的、そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエル。私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド、この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。すごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演舞に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがあるの。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。
その正体を突き止めてほしい。その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。ゼレフ、私たちはその魔力の正体を知りたいの。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してるから、それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが受け合おう。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え？パワーアップといえば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがある。たとえその器が空っぽになってしまっても、大気中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りになる。ただ最近の研究で魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のアークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おお、全然意味わかんねえけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになるわよ。はあ、目が怖い。構わねえ、ありがとう、ありがとう。ギアグレイ、天狼島以来ね。といってもあなたからすればそう日は経ってないのかもしれないけれど。あんたは7年の間に随分変わったようだな。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、代わりに母はグレイとリオンを弟子に迎えてたわ。その時私は母に復讐しようと決めたの。そしてハデスと出会い、時のアークを学んだ。ゼレフが復活し大魔法世界が訪れれば時のアークは完成し、失われた幸せを取り戻せると聞いたわ。全てをやり直すため、呪われた人生を幸せな人生に変えるために、私はこの手を血で染めすぎた。全部が全部あんたが悪いわけじゃないだろう。そうかもしれない。でも私のしたことは決して許されないわ。罪を背負って生きることが責めたもの償いとなれば。決まってるならいいんじゃねえか。え？落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手に遠慮なくかかってきている。
セカンドオリジンにより得た力、見せてもらう。七つの星に裁かれ、グランシャリオ。よし、上出来だ。セカンドオリジン使えるようになったみたいね。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早い。うん、魔力上がったみたい。精霊界で無駄にした分、新たな力を自在にコントロールできるようになった。また来るという大魔刀演武前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信記憶が戻ったと言ったな、ジェラール。ああ、それはつまりシモンのことも、うん、俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは覚えてるよ。記憶をなくした自分という感じで覚えてる。不思議な気分だ。私は昔のお前だと思って接していいのか。そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろ。よくわからないんだ。
なんだと。確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。だけど俺が楽園の塔でしてきたことはとても償える罪じゃない。俺は何のためにこんなことをしているのか、思考の迷宮から抜け出せない。俺はやはり死ぬべき人間なのかもしれない。何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ俺は。強くなければ生きていてはいけないのか。違うだろ。生きていくことが強さなんだ。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だったあの頃のジェラールじゃない。そうかもな。貴様、お前の言葉はいつも正しい。そんなことはない。不器用なりに精一杯生きている、それだけだ。エルサ、もう会えないかと思っていた。ジェラール、できない。いや、私はその、次は